さあ時刻は午後七時を回りました。沖縄プライムの時間でございます。本日は収録放送でお送りしていきます。本日の MC はこの方です。それではどうぞ。はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。はい、奥間さんよろしくお願いします。はい、お願いします。さあいろいろと那覇市長選も終わって、はい、まあ先月そのね振り返りというか、はいはい、そうでしたね。いろいろやりましたが。はい。 今どうですか落ち着いてきましたか、まあまあでもずっと忙しいではあるんですけどまあえっとそうですね那覇市としてはえっと来週から、うんえっと、11月定例会大体<ー>いい12月にみんな地方議会は定例会が多いところがあると思いますけどそうです、ね、えっとその初めての知念市長になって初めての議会ですから知念市長から えー、またその予算が提出されますので、はいえー、なんて言うんでしょうやっぱ選挙で、はいえー、いろんなあ市民の皆様にお約束や、うんえー、こういう政策を入れたいとかっていう話をしてましたからただあのこれはあの前市長があのこう前市長のもで、えー、準備してきた予算は多いではあるんですけど、はい、まあ追加議案みたいなのも今あの予定されているようですから知念カラーが あの来月にはちょこちょこ出てくるのかなと、それが、まあ、マスコミにももし乗れば、市民の皆さんも投票した人はあのおあこんいきなりもうこんな感じのお知念市長のおリーダーシップが始まったなみたいなのが、もしかしたら垣間見えるかもしれませんので、ぜひ注目していただきたいなと思いますそうですね、はいえー、ぜひ皆さんも注目していただければなと思います。さあ えこの沖縄プライムですが今日収録で行っています11月25日、えー、収録もこの日でやっていますなので旬な話題が届けられるのではないかなと思いますぜひ皆様のご感想をお待ちしておりますメールアドレスが7 9 7 f m g n o w c o m ですそれではこの後8時まで収録でお送りする沖縄プライム皆様お付き合いよろしくお願いします一旦 CM です 将来の夢は漫画家になりたいです好きなことは絵を描くことです自分は自分であって大丈夫あなたの成長や未来をみんなで見守っているよ8月17日は地域とともに成長の日公益社団法人「ノワン青年会議所」は子どもたちの成長を見守る社会を目指します NPO 法人「プロミスキーパーズ」は貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため「 人々の絆を強くするため私たちはユイマールの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ将棋の盛んたちギノワン氏に将棋道場が誕生しました将棋を楽しみたい方本格的に強くなりたい方一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中土曜トーナメントも開催中団球は問いませんぜひご参加ください 豊田塾宜野湾将棋道場で検索あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は「8 9 2八8 6 8 8安心・事前のご相談は葬儀社・新家へ「FSO パイロット留学アカデミー、うん、私はキャサリン」「夢はパイロット キャビアテンダントも素敵だけど女性パイロットって超かっこいいよね目指すは世界中を飛び回るキャリアウーマン国内初の FA パイロット試験官が熱血指導するパイロット留学アカデミー何食べたいお肉 <laughs> 牛角カルビとダブルタンボ黒糖サツバター美味、うん、しい <laughs> ラーメン食べるかマ食べたい美味しいやってる牛角牛角技能アンテン 公表営業中。さあ、沖縄プライムでございます。本日はこの方です。はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。はい、奥間さん、よろしくお願いします。はい。さて、えー、今日はどんな話し,していきましょうか、はい。今日はこっち来るまでにいろいろ悩みましたけど、はい、ええと、まあ、旬な話題というか、私たちにとってちょっと旬な話題の議会改革というテーマで、おお、議会改革、いきたいと思います。 えっとっいうのはあのー、先週ですね、はい、えと那覇市議会で、まあ、議会主催で、はいえー、研修会を行いまして、これはあの要するに議員もどんどんレベルアップしていかなければいけませんので、はい、日々研さを務めるという意味で、研修会を、まあ、議員自身が企画して、はいはい、みんなで学び、みんなで新しいことを共有しようということで、はい、毎年やってるんですけど、<ー>今回はその議会改革、 っていうのをテーマに、はい、えっと講師を呼びまして、はい、あの結構大まあ好評でですねあの議員の中でもなのでちょっと今日はこのラジオでお話ししたいなと思いますはいでそもそも議会改革って何ぞやってのそうそうそうそれがねちょっとよくわからないですよねす何を改革するの、うん、まあ改革なんですけど、はい、例えばやっぱり議会特に地方議会ですね。うん 地方議会に対しての、まあ、求められるもの、あるいは批判とかも含めてかもしれませんけど、はいはい、やっぱ年々いろんな声も高まってきまして、うん、例えばまあそもそもやっぱ議会のなり手不足みたいなのも全国的にはあってですね、議員,議員のなり手不足ですな、ね、なんん聞いいたこことととある市だとそんなことはないんですけど、うん 町、えー、議会村議会だと無投票みたいなのもやっぱりありましたしああす、ね、でむしろ定数割れじゃな,いな,なるんじゃないかみたいな話もありますし村とか町とかは特にやっぱりその議員のなり手がいないからやりたくないっていうかもう引退したいけどもう私が続けないともう無投票になっちゃうから選挙にならないからっていうことで。はい え続ける、まあ、年配の人もいるぐらい、はい、であるいは村とか町の人とあの、まあ、ちょっとこれ比べられるか分かんないですけどよく PTA 会長になりたくないとかあのクラスの親の、うん、その学級のね、うん、あの不法代表やりたくないみたいなあれじゃないですけど本当にし村の中で。うん えもう何々さんやってよっつって「えっ?」って言って「何々さんしかいないよ」ってもう無理やり出させられるみたいなそういう地域もやっぱ実際あるようで。議議員員ももですね、えーはいはい、でやっぱそういうのもあってなり手不足っていうことはやっぱあの魅力とかえもやっぱあのまだ。 若い人とかこれから議員,、うん、議員になれるかもしれない人たちに伝わってないんじゃないかとかですねまあでもやっぱり村、まあ、議会町議会のことばっか言ってますが、はい、例えば予算がやっぱり比較的、まあ、市に比べると少ないところですと何、うん、かあのなんて言うんですか経常経費って言われてる、はい、まあ要するに、まあ、どうしてもこれは自治体の運営に欠かせない費用 の割合ととか、はい、あが多くなってしまう企画経費、まあ、いろんなこう企画をして、はい、この市で、ま、いろんな町おこししようぜとかっていう予算のフリーで使えるっていうかはい,、はい、いろんな自由度の高いいろんな企画をやっていこうみたいなのもあの自治体の規模がちっちゃくなるとそこがあんまりできなくなるので、はい、なんかもう、うん、なんて言うんでしょうね予算の審議もちゃんちゃんで。 んでしまううっていか問題もなければ予算もないので特に異議なしでも通っちゃうとそもそもお金がないからどうしようもないみたいな。う那覇市はやっぱ新規事業とか毎年ありますしどういう戦略で那覇市の経済をよくするかっていうのを考えて企画してそれを売っていくだけの予算もありますし職員もいますのでそれが。 小さい離島とか村とかだと本当にもう必要最低限の予算以外の新しいことできる予算もないっていうところがあったりすると議会もやっぱりや,やりがいとかっていうのもなってくるんでしょうね、はい、まあそういうのがもうありつつまあやっぱあの人議員もなり手不足みたいなのもあります、はい、で一方でやっぱりそのやっぱなんか今の時代 まスますなのかもしれませんけどやっぱ議員の不祥事とかスキャンダルとかおバカなことして全国ニュースになる議員とかがいたりして議員の,その能力がちょっと欠けてるんじゃないのとやっぱいい町にならないいいにならないのはやっぱり議員の質が悪いんだとそういうやっぱ批判もあの当然ありますのでまあ いろんな意味で議会をパワーアップしないといけないという意味で議会改革っていう言葉が近年使われていて議会の全体的な、まあはい、議員のことをはじめう議,会の、うん、議会の力を上げていくっていう意味ですねだから、まあ、改革っていうぐらいだから本当に見直していこうっていう、うん、ところなんですけどでもこれももう。 言われてて長くてですね議会改革って言葉がどんどん出てきたものも結構もう10年以上前ですから20年15年前の話で那覇、えー、市議会も、あのー、この議会のきまず基本条例と議会基本条例っていうのを作ろうっていうところからみんな大体スタートするんですけどはい、はい、要するに議会ってどうあるべきかみたいなのがそもそも今まで あの成り立ってなかったんですけどあの要するにバイブルじゃないですけどそのみんなが目指す価値観みたいなベクトルみたいなのがあのそもそもないっていう定まってないっていうのもまあ反省も含めて議会基本条例っていうのを作ってそういう議会改革をどんどん進めていこうっていうのも始まったのも,もこの 10, 10年ぐらいなんですよね。だからまあ割と10年って一応 長い,長いっちゃ長いのでじゃあ10年間何やってきたのかみたいなのがあるんですけど改めてその議会改革をまあ進めようっていうのはまあ那覇市もずっとやっていてこれは県内他の市町村の議会もみんな議会改革って一応取り組んで,、うんでね、はいます。でそれでえっとですね議会改革度ランキングみたいなのをはい,はい、はいはい、あのー。 早稲田大学のマニフェスト研究所とかですね。そういうところだったり、うん、えー、まあ、そういう議会改革がどこまで進んでるかっていうのを客観的に評価してくれる人たちがいまして、はい、で、それで。 えっと今回講師でお呼びしたのが、うん、その中村健さんっていってその早稲田大学マニフェスト研究所の事務局長の方を呼んでですね、はい、でこの人の講話が面白くてですね、えー、もう議員から大好評でした今回あの主催したのは那覇市議会の中で、うん、その政策検討部会っていうあの部会があってそれはさっき言った議会改革を進める うちの 3, 3つの部会のうちの1つなんですけど、はい、ちょっと説明すると長くなるんでちょっと省略しますけど、うん、でそこで今私部会長させてもらってて大体そ,、ね、いいその部会が毎年の研修会どうするかって決めるんですけど、はい、で今回、まああのー、前泊三木議員って那覇市議会にいらっしゃって、はい、その議員さんからの紹介というか提案で、うん、その中村先生を。 今回あのお願いしたんですけどでこの、まあ、中村健先生自体の話がやっぱ面白いっていうのもありましたけどはい、はい、ちなみにこの人27歳で町長やったんです<ー>徳島県の川島町っていうところがあってあそういう行政というかそういう政治の経験者なんですよすよ。そうですね <laughs> で2期町長やってでそこからこの あの早稲田大学マニフェスト研究所とか、まあ、いろんな肩書きあるんですけど今でもいろんな自治体にアドバイザー的な感じでうんあの公職もいくつも持っている人でですねはい、はい、でこの人があのちょっと話したのが面白かったんで、まあ、例えばこういうことだよっていうのを今日紹介して、うん、ちょっとリスナーの皆さんにあなるほどこれが議会改革の。 おいくつかあるうちの一つなんだみたいなただっと。たナハをか住んでるイメージですけどね。マニュベストランキングでも結構上ですよ、ね。ですよね、そうなんですよ。ランキングもあのかなり上の方にもありまはいして、はい、あのー、まあ。 お上がりつつ右肩上がりつつ、まあ、上下ちょっとありますけど、はい、まあ上がりつつあるんですけど南市、うん、議会も今です、ね、40名のうち確か19名、はい、約半数は1期目と2期目っていうすごく若い年齢も若くなってますし奇、はい、数も若くなってるんで,うん、うん、でこれってまあいいことでもありつつ、うん、ただその言われてるとしてこう1期目2期目だとやっぱりベテランが少ないってことですから。うんうん ななかなか安定感とかじゃあこう行政に対するチェック機能がちゃんとできてるのかとかそういうところもありますからえ今一度このまあ良市議会も割と議会改革は進んでると評価されてるけど今一度見つめ直そうみたいな研修会だったんですけども例えばどういうのがあるかっていうとですねちょっとあのバラバラに言うのでなんかあのちょっとこう。 取り留めなくななくるかもしれないんですけど例えばいくつか出していくとですね、はい、あの議会議本会議場ですね、うん、議会の議場を見に来て見る人のことを「傍聴」って言うんですけど傍聴ってなんかそもそもおかしくないですかみたいなところから中村健先生の話が始まりまして傍聴の「棒」ってあの。 傍観棒じゃない傍らで見るってはいう、は、何、い、かそんなあのしかも、うん、あの傍聴する時ってほとんどは名前住所とか書くんですようん、うん、で書いて入るんですねはい、はい、これってじゃあ何の根拠をもとに名前も住所も人の住所も書かすんですかみたいなのがあ<ー>って、はい、でこれはあのなぜそうなったかっていう経緯はちょっと不明なんですけど。はい まあ何人かの議員からおそらく結構昔はあの荒れた議会とかもあってですね傍聴席からこう反対する市民が乱入したりとかですね怒号が飛び交ったりとか退場者が出たりとかあのなんかよくあのなんか議場で乱闘してるのとか昔のニュースとかあるましたねあれ議員のみならずやっぱ市民もこう血気盛んな傍聴者が。 いいたっっててうのもあって、うん、一応はちゃんと身分をちゃんと書こうっていうところもあったんじゃないか、はい、実際にあのなんかあのプラカードとか、うん、そういうの持ち込み覚醒器とか持ち込み禁止ですよっていう規定もあるんですけど、うん、まあそういうのもあるんじゃないのとでただなんかこうの普通に考えてくださいと、はい、市民ってまあ主権者ですよねと、うん、で主権者にがよしじゃあたまには議会見に行こうっつって。はい なれれってて言われてるのと一緒じゃないですかと住所も書けと入った入ったで傍聴席と傍らで聞いとけみたいなんか、まあ、あのまあ従来の形を引きを引き継いでるといえばそうだけれどもん,なんかやっぱそういう足元から見直していくことが大事じゃなくて改革じゃなくてもう変革でトランスフォームだとリフォームじゃなくてトランスフォームだっていうことも話していてですね。う だからじゃあどうしたらいいのって言われたら他の議会はですね傍聴者とか傍聴席じゃなくて三角者とか政治三角行政に三角三角者席とかそういう表現をしてるところもあるらしいあるんだす。とかですねあとは議場の解放ですけど一般解放。ははははいいいい 中にはその議場を普通にあの自習室とかうん、うん、学生たちの自習ができるところとか、えー、あの会議室に使えたりとか使ってない時ですよね使ってない時もちろん、えー、はいはいっていうように議場を開放したりとか確かにあそこ別に議員さんの私物置いてるわけではないですよねはいはいはいそうなんですはいはいはいいだから面白いな 低くする,と低くするまあだから高かったのが問題じゃないかっていうところからの見直しですよね。あ,ははい、はあとなんか、はい、そもそももう議場を作らずに、うん、あのもう会議室を議場として借りるみたいなっていうのもなんか最近あるらしいです,、ね <laughs> えー、すごいな。結構これってなんかまあそれだけで別に世の中良くならないんですけど、うん、なんかこう本当に今ニューノーマルとかっていう言葉も出てきてて本当に常識を、うん 常識を一回見直したらそっから見えてくるんじゃないのみたいなまずマインドから変えていこうみたいなところもあるんですよね。なるほどでもんていうんですかね僕はもちろん膨張したことあるんですけどあの独特な雰囲気あるじゃないですか緊張感があるあそう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 あれはねあった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどですね普通に あそこの式を低くしたら何にならんかなっていう余計なるほどいや貴重な意見ありがとうございますあれでも独特でなんか良かったですよなんか確かに言われてみたら一長一短あるかもしれないですねそういう重みとか重厚感とか責任のある仕事そうそうだって責任はね重いからそう市民の命を ね、行政が、うんえー、これをしっかり守らないといけないとその行政に対するチェック機関としては重いですからね、うんはい、民主主義ので選ばれた人たちですからまありますあそういう一応なんかまあ,あの流れもありますよとうん、うん、であとはその議会の機能として請願と陳情っていうのがえっと市民が あの、その請願陳情っていうのを出して。確かこれは、わかりにくいですもんね。ねえ、そう、漢字にしたら、うん、請願って願願いを請う。うんうん、で、陳情は情けを、まあ、陳述、まあ、情けを述べると。うんうん、なんか。 そんな上から目線の言葉でいいんですかと中村先生言って <laughs> でそれはじゃあどうしてるかっつったら、うん、もう言葉を直して、はい、提案書っていうに、ねはい、確かに提言書とか、うん、そういうふうに直してるところもあるみたいで、うん、まあ何かまあ上からと言われれば上からうん、うん、なるほどとまあそういうところかもありながらすこの人すごいですね色もこの細かいそういうところに。<laughs> 面白いで,す、うんで あとはですね、まあ、ここからはちょっと具体的になっていくんですけど、はい、あの沖縄市でもやってる子ども議会これも全国的にどんどん出てきてますしうん、うん、あとはママさん議会っていうところもありましたママさん議会面白いですね、はい、でで中にはですね、うん、あの例えば子ど、まあ、これ子どもたちって確か言ってたましたけど、はい、例えば100万円なら100万円っていうことで、はい、お予算をあのは,<っ>はい。 子ども行政に子ども市長に予算をつけてですね、はい、でこれを子ども行政側から提案させてへ<ー>それを子ども議会がチェックしてすごい、ね、賛成か反対か決めるみたいなっていう, <laughs> う<ん>させた方のやってもらったらしいんですね、はい、でこれってまあ主権者教育のが一番のメインのところだと思うんですけど<ー>それでなんかあの図書室の学生が使える自習室をこうきれいにしたっていうへ<ー>あ あ違うなあのなんかもともと使われてなかったところを自習スペースにするってその100万円かなんかでリフォームでして、えー、机とか椅子とか買ってでやったあとこれだから議会にかけるからその子ども議員は賛成したからそれをやったってことですよね、うんうん、そうですねえすごいなはいそらくそのもしかしたら多分他の提案も出てたんでしょうねはいはいはいもっとじゃいは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 、うん、いはいはい 増やしてくれってもしかしたら提案もあったかもしれないですね。で、いろんな提案がある中で、子供行政側から提案が出て、それを子供議員がチェックして、ああでもないこうでもないとか言って、ええすごいな。面白いですよね。面白いですね。これを子供の時にやると、議会の仕組みがなんとなく分かって、はいはい。じゃあ議員選挙でもこの議員はねどういうことやってるんだと、で結果どういうふうにやってんだと。はいはいはい。 あのじゃあ議会はどうやってまあ言葉はあれですけど活用っていうか、うん、市民からしたら議会を活用して私たちの町を作っていこうみたいなっていうそういう主権者教育にもつながるんじゃないかっていうことですね。でこれちょっと議会ではないんですけど、はい、昔あの JK 化っていうところがあって話題になってましたけど JK ってあ,のあれです女子高校生<え>女子高校生の課、はい、を作った はい、女子高校生をもうまあ読んで、はい、そこでなんか予算を使って、はい、やりたいことを提案してやってもらうみたいな、えー、っていうのもうこれだいぶ前の話ですけど、えーうん、当時結構話題になってましたね JK から。これも主権者教育の一環ですし<ー>あの、まあ、女子っていうふうに限定してるのはおそらくこう。 男女共同参画とかそういうあの女性活躍社会の一環だったんでしょうね。うでなおかつ高校生ってことで、まあ、あのさっきの、まあまあ、子供と大人の間ぐらいじゃないけど高校生ってったらう、まあ、そういう本当に主権者教育の中で、まあ、あの学生が学生に対する支援を自分たちで考えるみたいなことですよね。はははいはい、はい なるほどね、そういういところもありましたあと「議会だより」ってあるんですけど多分多くの人知らないと思うんですよね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけどうん、うん、山内さんとか絶対分かると思うんですけど「議会だより」って発行、はい、そうですね 各自治体でそれもあるんですけど、うん、ほとんど読まれてないということではい、はい、まず読んでもらうのが大事だっていうことで編集がですねまずそもそも編集を議会事務局っていう職員にさせてたんですけどそれおかしいでしょってことで議員自身でで編集すするっていうようにななったのがまず最近んこれを今進んでるところはもう議員が編集しないで、はい 編集ののボランティアの市民を募ってです、ね、へえ<ー>面白いですね、うん、デザインとかも編集してもらうと、うんうん、でなんかすごい面白いデザインの議会だよりもあってですねなんか本当に雑誌みたいなおしゃれな議会だよりもあればちょっと今ラジオでなんで説明は難しいですけど、はい、なんか週刊誌調のなんか本当にコミカルなあの議会だよりにしてこれ週刊誌かって一瞬見間違えるぐらいの 議会頼りにして、えー、まずは手に取ってもらおうみたいなっていうのをやって、まあ、議会の活動をちょっとでも知ってもらおうとかっていうところと、はい、であとは市民のスピーチタイムみたいなのを作ってる議会もあって <laughs>、はい、議場で自由にスピーチできるでこれいいです、ね、いいでですすねのを、はい、提案したいことからスピーチしてあとはんかあのー、この議会の評 議会の質質問問一般前もなんかあの特集で私の質問を又吉良さんたちが解説してくれましたけどあれを市民の人に今の一般質問良かったかどうかとか評価してもらうっていうのもやってるところもあるらしくてですね。いいいと思いますいいいと思ますし相当やっぱ緊張感も出ますよね。出ますねはははいいい これやった方がいいんじゃないかな。でもこれ、うん、思うんですけど、はい、今の一連の流れってはい、はい、これって例えば、はい、僕は市議会よりも県議会とかに適用した方が良くないかと思ったんですけど、県議会もやってますよ。やってます県議会もまあ地方議会の一つとして、うん、えっと全国的にやってるみたいです。はいはいはい、はい。沖縄の県議会は。うん そんなな聞いいたことないですよねやってるらしいですよこの間聞いたらあ,あそうなんですかやっているけどでも一番市町村の方がやっぱりあれかもしれないですねなんか市町村はまだ身近だからそうなんですよね,ねなんとなく何してるとかは分かりやすいと思うんですけど<う>県議まで行くと何してるかさっぱり分からんなと思ってそうなんです、ね、まあこれねあのやっぱ行政的に遠いっていうのもありますよね役所には行く用事はありますけどうん 県庁に行く用事ってなかなかないですからね。なかなかないですね。うん。だから、うん、自治体上しょうがないかもしれないけど、まあでも県議会もやっぱ進めてほしいですよね。ですね。うんうんうん。で後はですね、まあ今ちょっと細細かいというか、はい、なんかあの、えー、結構マインドの部分というか、うん、これやったからすぐ街が良くなるっていうのではないかもしれないけど、はい、その考え方をこう発想を 転換していこうみたいな部分で言いましたけど実質的な議会あのところっていうと何かっていうとですね、はい、例えばあの決算サイクルっていうのがあって、はい、つまりあの、まあ、決算を、まあ、自治体が、うん、もちろんあの、えー、民間と同じように市町村も決算をちゃんと出すんですけど。はいはい 決算出した時のその決算の審査っていうのがあるんですね。で決算ですから、はい、あの予算みたいにこうさんこう否決したらまた再度予算出さないといけないとかではなくて、うん、まあ決算の終わったことなんで、はいはい、えっとこれはあの認定か不認定かっていうのを、うん、あの議員が判断するんですけど。う あ,あまりにもこうずさんな決算とかだとこれはこの決算はお金の使い方は認められんということであ認定はしないとこれはよくない決算だということで不認定っていう落印も押される場合もあるんですけどでもそれって逆に言うとですよまあ終わったことなんで不認定っていう落印押されたとしても別に去年のことだしって思われたら嫌じゃないですか。 これは市民もも議会もですねうん、うん、でそうならないように決算サイクル要するに決算で、うん、ここがやっぱ悪かったよねこの使い方はとはい,、はい、いうのを悪かったのをちゃんと精査して、うん、じゃあ悪かったところは次の予算ではどうしていくの、うん、っていうのを、はいえー、サイクルを作って、はいえー、それをやっていこうっていうのがあるんですけど、うん、でこれあのやっとその 行政もこの近年 PDCA サイクル回していこうっていうのをやり始めてえで議会もそのやっぱ審査しっぱなしじゃなくてちゃんとサイクル作っていこうっていうのがこの議会改革の中でそんなのやってなかったばって思うかもしれないですけどま恥ずかしな議会はやってなかったんですよね <laughs>、うん。 審査したら審査したで、もう終わりと、はい、認定しなかったら、それで終わりなんですかあの、これまではやっぱそうでしたね、ただあの、私からすると、サイクルはなくてもあの、自分の中ではあるわけですよ、自分の中では決算審査してて、あこれとこれ、だめだったなと、うん、じゃあ、これ、次の議会で質問してみようと。 去年こうだったけど、今年こんなや,やるべきじゃないかっていう。はい、はは多分各々の議員は自分の頭の中でサイクルを作って、実行、うんうん、してたはずですけど。はいはい、議会全体としての、こうマニュアル的なところまでは作ってなかったっていう、うっていう意味ですね。はははだから、あの、ちゃんと見えるかしようっていう意味で、サイクルっていうのを作ろうっていうのが。あの、まあ、これも議会改革の、あの、一つ、だったんですよね。はいははい あのその中にはあの批判あのその背景には、うん、さっき言った批判の中の一つとしてあの議官って追認期間に成り下がってるんじゃないかみたいな批判もあって、えー、追認、まあ、要するにとにかく行政から出されたものを全,然全部賛成してるだけじゃないのと確かにほとんどが賛成なんですよパーセンテージすると多分9割以上でじゃないですか賛成率っていうのはうなかなか否決されないから、えー、これはもう 議会の審査甘いいんじゃないかみたいな審査あの批判もやっぱあるのでじゃあこれはそういうあの決算の審査においても審査のサイクルみたいなのを作っとけばちゃんと市民がこのサイクル通りにやってたら今回の決算認めるのおかしいじゃないかとか次の予算組で前年の半生が生かされてないじゃないかっていうのがより見える化されるのでまあこういうのやった方がいいんじゃないかっていうのがまあ背景に。 ありました、ね、確かにであとはあの、まあ、議員提案条例ですねこれ議員提案条例が少ないので議員提案条例もどんどんやるべきだっていうのがあって、まあ、その議員の能力や高めていこうと。あ少ないんですすね少ないで,すで、まあ、これですね、うん、一応言い訳ではないんですけど。はい 一応議会改革につながるので言いますが、はい、あの国会ととやっぱ全然違うところはあってですね国会はじゃあ立法機関だから閣、うん、法とあとは国会,のこの国会議員が作る法律がありますけど、はい、あの要するに政府側行政側が作る法律と、うん、で国会議員が立法するっていうのが議員立法と言いますけど。 でそれがなぜあんなにできるのかっていうと、うん、あの国会は衆議院の法制局とか<ー>あのちゃんとその法律を作るのを、まあ、サポートするじゃないですか、はい、一緒に作る機関があって、うん、そこにも法律家もいて、うんえー、本当に法律を作るプロの人たちがいるので例えば衆議院法制局の権威っていうのはやっぱ大きくてですね、うん やっぱこういう法律を作るっていう国会議員、まあ、国会議員の中にも弁護士の人とかもいますけどはい、はい、国会議員とプラスそのこれまでの,、えー、の歴史的な経緯とかも踏まえて、うん、この法律ではこういうあの条文だったから、うん、今回新しい立法に関してもこの条文だとかっていうのが全部こうあの精査してきているのが衆議院法制局なんで。 だ法制局があるってところ。だんだんただただ、地方議会に法制局みたいなところはないんです。だから、条例。だけれども、これはもう本当に。あの条例っつったら、あの例えば、罰則規定とかもありますから。行政罰とか、刑事罰とかも。出てくる可能性もありますから。そしたら、やっぱ重いんですよね。条例って。重いですね、うん。じゃあ、それを。 えと弁護士資格今那覇市議会で弁護士資格持ってる議員いないと思いますからで法律家がいない中で自分たちで条例をか確かに調べてやるっていうのはなかなか難しいんですよ。でなので、まあ、国会とはやっぱ法制局が町議会ないのでさっき言った村、はい、とか町とかだったら余計にあにやっぱり議員だけで条例作るっていうのは難しいと。うんうんうん いいやいやって言っても条例作るために皆さんあの議員になったんでしょうっていう批判は、うん、まあ確かにもその通りなんで、はい、それはもうあの、ということで、まあ、議員もやっぱ能力を上げていかんといけんということで、うん、さっき言った研修もそうですしあとはです、ねはい、議会事務局の強化っていうのもありますあさっき言った法制局みたいに、うん、じゃ専門家を置いたらどうかとでただお金がかかったりしますけどね。うん そういうい議会事務局も強くしていかないといけないよねっていうのもあったりします。うん、でただ、もう一つ言うとですよ、はい、議員提案条例の難しさっていうのは、うんえっと、議院内閣制ではないので、はい、あの国会はその議,員議員立法で法律作ってうん、うん、政府が行政があんまり必要性のないという法律であっても、はいえっと、要するに与党が 議員内閣制だから与党が内閣を構成してるわけですから。うん、っていうことはまあ大体一緒なわけですよ通るってことは。通したい人たちの党がな政府を構成してるわけですから予算もしっかりこう担保された状態で議員立法をしてるわけなんですよ。だけど地方議会は二元代表制なので議会がこう自分たちで勝手にといったらあれですけど条例作って。 作っっても、うん、それを実行すする予算がなないと骨抜きになっちゃうわけで例えばタバコポイ捨て条例禁止条例作りましたと言っても、はい、でもじゃあこれでなんかあのポイ捨てしたら罰金加料を貸しますよと、うん、あってもこれをパトロールする人がいたりじゃあこれは通報があって条例違反が発生してますよとたばこ茶水してますよって電話がかかってきて、うん、じゃあそれ対応する。 人員だったりこれパトロール回す人を民間に委託するんだったら、はい、その委託費もかかりますから。と、うん、いう感じでやっぱ予算が伴うわけでうん、うん、議員が条例作る時はやっぱりしあの行政側と連携して、うん、行政側もよし行こうってなった時に初めて議員提案条例が作れるっていうのが実際のところなんですよだったらですよ。うん そしたら、一緒に作るんだったら、うん、じゃあ、じゃあ行政が提案すればいいじゃんっていう風にしかならないわけですよ。<laughs> は,いは,いは,いはいはい。だから、そこが、やっぱ議員提案条例が出る、少ない理由の一つかなと。うん、な結局、行政と打ち合わせするんだったら、行政が作った方が早いじゃないかって話になる。確かに。うん。うん、お互い OK して、初めて作るわけですから。っていうところはありますけど。まあ、でも、その予算が伴わない条例もあるので。はい,はいはい。あの。 とにかく積極的にまあいずれにしてもそういう批判というのもありますし私たち自身も議員提案条例をもっと増やしたいと思ってるので、うん、そのためにレベルアップするのが必要だっていうのはありますね。うん、うそういうな感じで、まあ、議,員議会改革っていうのはあの進めてるところですけども、まあ、あの前この先週ちょっとナーシー会ではい、はい、研修会でいい講話を 聞きましたんでちょっとまたあのみんなで議会改革を進めて一つでも、まあ、市民の皆さんに理解して興味持って頂い,いて、うん、また後輩というか、うん、あの次の議員の、まあ、優秀なな市議会議員が誕生してくれればなっていうふうに願いつつやってるところですね。ま、はい、また、ねえー、皆さんもぜひその新聞に載りますのでこのでこ、うん マニフェスト対象じゃない、マニフェストのこの人たちがチェックしたやつ。ぜひ、それもチェックしてみてください。はい、はい。那覇はね、結構高いですよ。そうです。はい、<laughs> ね。あの、はい。また頑張ります。はい。はい、ええー、それでは、一旦、CM です。はい、公益社団方針宜野湾青年会議所では。子どもたちの困りごとを地域や社会で支えていくために、支援団体を応援しています。 一緒に子どもたちの支援を支える協力サポーターになりませんか興味のある方はギノワ湾青年会議所のホームページを検索「血圧伝説飲んで下げる1日2粒これも継続」「ギャバ青パパイヤ発酵エキスクアンソウ腸鳴草」を独自配合した「血圧伝説」「手号伝説の調整薬草」から新商品「血圧伝説」「調整薬草」 ヒートのお昼前パーソナリティのギノワン氏司会議員小屋ひとしと申します日頃の議会の活動から地域のイベントそして頑張っている皆さんの情報をお伝えしていきます皆さんからのメッセージリクエストお待ちしていますどうぞ皆さんヒートのお昼前よろしくお願いします将棋の盛ん立ちギノワン氏に将棋道場が誕生しました将棋を楽しみたい方本格的に強くなりたい方一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか 豊田杯、将棋沖縄リーグ参加者募集中土曜トーナメントも開催中団球は問いません是非ご参加ください豊田塾、ワ将棋道場で検索。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんかジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です出会いから想像へ感動と笑顔をありがとう「春菜創作工房中村」 はい元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店ですはい元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です醤油塩タルナンパン激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店はい、うんはい、沖縄プライム後半戦でございます、はい、えっと今日奥間さんに来ていただいておりますが、はい、最近賑わしているのが、はい、新聞をですね、はいはい あの那覇軍港移設に関して、はい、この知念、はい、新市長が、はい、選挙前に言ってることと違うじゃねえかとあ<ー>僕はこのあれがちょっとよくわからないんですけどこれあれですかねあのそ,その知念市長の部分はあ,のあれかなその軍港での訓練に ととか輸送に関してのことで,ですよねその軍港の訓練と輸送に関してっていうのは、えー、と例えば白間首相の時には、はい、えと軍港で訓練をした時があって、はい、それはあの人道支援の,あの,その避難させる、はい、民間人を避難させる退避訓練だと言われていたんですね。はい、でそのの時に、まあ,あの ほとんどそういういああいう訓練っていうのを行なかったことがなかったので,、はい、でそこでまたオスプレイも飛来してきたと、うん、あの飛んできたということで白、うんまあ、間市長は、えー、と抗議したんですよね確か。うんはい、でその話と、はい、もう一つは、はい、そのオスプレイをこう船で出,し出す、はいはい、っていう、まあ、あの輸送の話なんですけど、うん、でこれがあの要するに。 2>, まあ、2パターンあると思うんですけど、はい、オスプレイがその那覇軍港まで飛んできて、うん、そこから船に詰め込んで船で、えー、っとアメリカ本国に戻していくっていうパターンもあれば、うん、あとはその船でオスプレイが来て、はい、で那覇空港でメンテとかやってうん、うん、で飛んで那覇空港から飛んでまた出ていくとかっていうパターンがまあ想定されますけど。 なんかまあ、これについては、うん、まあこれについても、えー、っと白間市長はあの抗議してたと思いますけどねはい、はい、でそれの,そのお要するに知念新市長がどういう立場なのかっていうところなんですけどちょっとあのこの知念市長が言ってたのは。うん まずあのこの訓練の話とあと輸送の話っていうのは2つ分けないといけないよねっていうのはまず話してはいました、ね、でこれはもう来週からの議会でおそらく質問もあると思うんで、うん、そこはどういう市長が説明するのかっていうのを是非見ててほしいんですけどうん、うん、で共通してるのは、はい、あの自分が市長になって、うん で自分の市長として、あのー、こう防衛局だったりあるいは今後米軍だったり、はい、あの直接話を聞いて、うん、どういう訓練あるいはどういう輸送オペレーションで、うん、どれだけ日本の安全を守るために寄与していて住民に対してはどういうふうに影響が出るのか、うん、あるいはそれを説明できるのかで情報の管理というか情報はどれだけ早く もらえるのかあるいは「絶対那覇軍港じゃダメなんですか?」と他のところででできないんですかとかですね、うん、まあそういうのを自分の主張になって調べていきたいと本人やっぱ副市長だったんですけど、うん、やっぱ市長ってなるとまああのえー、なんて言うんでしょうそのやっぱ情報のその米軍やその防衛省 その、うん、やっぱやっぱトップとしてのやっぱあの話し合い、あるいは、まあ、情報交換もできると思うので、はいはい、まあ、なので市長になった立場で自分はえー、っとしっかり。その話を聞いてから判断したいっていうのが。うん、あの市長の話でしたね。なるほど。はいでなんかその私も、はい、まあ知念。市長が言ってるのはすごい。 あの理解します、うん、あのやっぱこれはダメだよってみんなが思うところはやっぱダメだしこれはまあ仕方ないっていうか、うん、あのそもそも今その米軍はじめこの安全保障が厳しくなってるのは北朝鮮はミサイル撃ちまくるわ、うん、ロシアは戦争を始めるわ。うんはいはい えー、中国も台湾に対して厳しいことになっているわそれは米,あ米軍が挑発してるんだっていう批判はありますけれどもいずれにしても、えー、ロシアも北朝鮮も中国もみんな隣海の隣っていう本当にあの大変な場所に日本は位置しているのでうん、うん、やっぱあの自衛隊とかその米軍 と、あ日、米の安全保障体制っていうのも、やっぱ負担がかかってくると、じゃあ負担かかる。現場はどこかっていうのは米軍基地が集中している沖縄だということになってくるので、まあどこまで許容できるのかっていうのはですね。やっていかないといけないなと思います。で、あとあの。まあちょっと余談かもしれないですけど、ま黒馬幸之助っていう衆議院議員がいるんですが、その代議士？ 難しいけどそうだなと思ったのがはい、やっぱ安全保障体制の維持と、うん、その沖縄への基地負担の軽減は、うん、やっぱ同時に追求しないといけないと両立しないといけないっていうのをあの言っててまあ私もそうだなと思います。つまり平和を確保しつつ、はい、住民の負担も軽くしていくっていう住民の負担も<ー>重くしないようにするっていう。 究極のやっぱりその同時追及をやっぱしないといけないっていうのはこれがやっぱ政治の腕の見せどころかなどっちかがないがしろになってはいけないわけです確かに安全が平和がねなくなるのもまた結局割り食うのは住民ですしで平和を維持するために住民が犠牲になったらまたまあくないわけではい騒音の問題とかね事件事故の問題とかありますからまあその なんか強化反対っていう人たちの意見も、まあ、その片方が、うんえー、おろそかになるんじゃないかっていう意見ですまあそういう人たちの意見もみんなあのしっかり聞いた上で判断していかないといけない非常に難しいもですよねじゃあ知念新市長が言ってるのはまずは自分で判断するために話を聞いてからっていう感じですかねニュアンス的には。そう,そうですね、はいは 移設に関してはもう県もあの玉城デニー知事も,もう認めてますからね、はいははい、なるべく早くとかまで行ってますからうん、うん、軍港に浦添に移設することはですねただ那覇軍港の今使用が増えてるんですよね。米軍があの今度輸送とかオスプレイも飛来してきてますしだこれは、まあ、完全にこれは中国台湾の。 周辺の環境が厳しくなってるんで今まで使ってなかったな軍港も、うん、米軍が訓練するようになったっていう、うんうん、ところなのかどうなのかっていうところを、うんえー、知念市長は自分でまずは調査したいっていうところですよね。ん,なんか早速だから僕はカラー出したんかなと思ったんですけどあある意味カラーだと思いますよね。はいはい、あと余談、まあ、関連ですけど、うん、自由民主党公明党推薦の知念市長ですけど。うんはいはい あの今回、上京したときに自民党以外の,、はい、あの野党の国会議員にも挨いに行ったらなんかこれはやっぱり知念,知念さんがこれまで公務員として中立な立場で来たっていうのがありますよね。うん、例えば僕は,普通はやらないんですかあの多分これ、自民党出身の政治家だったらやらないしできないと思うんですよね。はい、例えば僕は民ですけど<ー> 僕がじゃあ仮に市長にいつかなった時に、はい、えときに共産党とか違うところの革新系のところに挨い行ったら多分皮肉なのかって言われそうですよね <laughs> なんかばかにしてんのかと<怖い>ね <laughs> 自由民主党だろうみたいな分かんないですけど私たちもそういうなんかいや言ったら逆に失礼じゃないのなんかちょっとばかにしてんのかって思われないかなっていう心配ありますけど <laughs> うん、うん、知念さんはそんな心配おそらくないんですよ。はいあの 要するに自分はずっと中立で自民党的な立場だっていうことなん,で,うん、うん、で言っても多分相手もそう悪い気しないと思いますしねうん、うん、まあそういう意味でなんかあのある意味カラーも出てきましたしうん、うん、なんかそう自民党から来たからじゃあ基地問題甘くなるとかうん、うん、革新系から来たら反対の色が強くなるってわけじゃなくて一回自分で判断こう論理的に判断させてくれっていうのはまあ知念さんらしいですよね、うん。ねえなんかそういうい、うん 自分でなんていうのかな、うん、その流されず自分で決めるっていうのが僕はああすごいいいなって思ったんですけどその分ね労力は本人がかかるわけで結局まあ大変だろうけどすごいいいなという感触でありますけどね,うん、うん、ね。私もそう思いますね,ね、はい、だから余計このこれからの走って楽しみだなっていうのが、うん。 あの軍港も結局移設されたらあっちがまた再開発されるわけですよね開発されるわけですよねそうですねはいもう何か決まってるんですかいやあのー、今ねその地権者の皆さんと話し合いとか、うん、彼,ら彼らっていうか、まあ、行政の構想だったりっていうとことをやっててこれもね多分知念市長はね、うんえー、また新しいことしてくれますようん,うん、あのー要するに 開開発発するるにしてもちゃんと根拠があ地権者だけ地権、まあ、者の意向は第一ではあるんですけど、うん、ただナーシーにとって何が必要かっていうのは、はい、なんか漠然としたなんかこの海に近いからあの海関係だよねとかじゃなくてちゃんとこうリサーチして、うん、どんな企業が来たらナーシーに沖縄県にとっていいかみたいなのを知念、うん、市長はおそらくこういうのをしっかりなんかあの本当にあの本当に もう一度データ取ってみようよみたいなのをやりそうな人なんですすごくないですか大変ですねでも本当は一年一年変わりますからね経済の動向っていうのは昔はこういう施設がベストだったけど今の時代はこういう工場を入れた方がいいよとかですねわかるでもそれ結局開発ってめっちゃ時間かかるからそうなんですよおっしゃる通り10年の前の計画が古くなってる可能性あるわけありますよね 今特に早いし、うん、この移り変わりがうん、うん、ってなったらやっぱり、うん、あんまり固執してもどうしようもない,ういうっていうのがありますもんね。そういうことです。はい、そっかすげえな、面白いな、うん。そういうタイプの人ですね、うんん。今回選挙一緒に戦って思いました、うん。はいはいはい。はい、だからあれですかね。なんかもう本当に期待は多分膨らむと思うんですけど、うんうん、その即戦力とかなんとかって多分白馬市長元市長が 言ってたのかな、うん、まあ皆さんね、うん、そんなふうに言ってたんですけどなんかこの一連の動きを見てると、うん、そういうのもあながちなんていうのかな古代広告ではないですけど、うん、あの楽しみが楽しみだなっていう感じはやっぱりありましたね,ね。なんか本当に地方自治の選挙で選んだ人が何するのか、うん、それを市民みんなで見ていくっていうなんかいい形ができれば。うんうんうん ですね、いいなと思います、われわれ議会もちょっともうちょっと頑張ろうとしっかり頑張りたいなと思います。いいですね、<laughs> それで前半とつながって、議会 <laughs> そうですね。という感じでございます、えー、沖縄プレーもそろそろお時間となってきましたが、えー、と来月がです、ねはい、多分二23日なんですよ、12月の。ははい、はい その時に奥間さんができるのであれば、はい、あれしたいですね1年間振り返ってなるほど,どうだったかご自身分かりましたもうそうだし、はい、まあ選挙嫌だしえっと12月10日に実はこの「沖縄プライム」の特番があって奥間、うんはい、さん残念ながらね参加はできないんですけども、はい、そこでまだ、あ、3人くらい来ますので。はい その方々と振り返りつつりまでも奥馬さんは奥馬さんの視点で、はい、この一年総括してもらえると楽しいかなと思いますのでわ、ね、かりましたはいじゃあ皆さん聞いてくださいは,はいぜひ楽しみにしてくださいはい、えー、沖縄プライム以上ですお相手は山内とはい那覇、はいえー、市議会議員の奥馬亮でしたそれでは皆さんまた来週さよなら、はい、さよなら